の買おうかな。カンカンって感じ。キャー、車が来る。怖い。いつもぼーっとしてるから。ぼーっとしてるから。いつかぶつかりそう。これマッサージのやつや。こんなん持ってんの？すごい。カラオケのマイク持ってんで。え？もう自撮り棒いっぱい売ってる。なんとこのお馬さんが1個45って言われとって、で3つで100って言われたのに7個で200で買えたの。200あるんか、そもそもって感じ。やばい、パパがパパがまた乗ってしまった。マジでもうね、お金ないよ。そう、だから両替するために一応ね、お金を持ってきて買うかなと思って、パパが2万円は一応持ってきたけど。ケリーやな、ケリーな、ミニケリーかわいいな。パパすぐなんかさ、もう買ったれとか言ってさ、買ったら次、これはこれはって言われてさ、マジで香港ドルはない。これガチでもう20〜30ドルぐらいしかないからね。アメリカね、もし元気や言われたら得たことやから。どっかちょっとお金を。この辺やったらありそうやろ。なんかさっきあった気がしたけど、なんかお金をね、買いに行かなきゃ。本当お金ない。テスラめっちゃ多いの。こんなにテスラ多い国初めて来たかも。本当に多い。マジちょっと歩いただけ10台以上見るもん。すごいよ。ウーバーで2回目のテスラの車です。本当テスラ率が高い。前もテスラ。テスラ乗りたい人、香港来てください。ウーバー結構な確率で当たる。センタルホテルやった。でも今はなんちゃらホテルって変わった。ここよ。めっちゃいい席。こんな感じ。めっちゃいい席。予約もせずにフラット来たの。正面。すごいいい席に通してくれはった。ラッキー。めっちゃありがたいね。あと5分で始まるので待っときます。うん、美味しい。おいっぱい。Thank you. いっぱい入れてもらってる。結構量やねこれ。うん、しかもいっぱいいっぱいとか言ってるから、ほんまにいっぱい出てくるはず。高いやつ。Thank you.
結構高いだよ、うん、ここやと思っとったのじゃあ違うかったのあ、戻った。湿気や、湿気てました。カメラまで湿気るのそう、さっきここにおった私、ここで雨宿りをねしてたの。中すごいのよ、超おしゃれやった。パパが好きみたい、この感じ。俺っぽいすごくない？ほら、なんかすごいおしゃれなの。おしゃれなんです、ここ。夜とはお昼とはまた違う雰囲気が。ここ K11 ってところ、 K11。今から昨日ちょこっとちょこっと行ったショッピングセンターに行こっかなと思います。 K11 ってとこ、すごいおしゃれやったから、そこに行きます。風が吹いて涼しいと思った日が出てきたり、また陰ったり。海がすごいなんか色が綺麗、見えんのかな。暑い、暑いよ。初日は超がつくほどの大雨で、2日目は曇りで、今日最終日はこんなにも晴天。すごいね。暑い。じゃあいっぱい買ってるけど。かわいい。あ、これクッキーやって。こっちが紅茶。かわいい。有名なんかな。つぶでかいじゃん。え？つぶでかいじゃん。つぶって何？つぶって。この。縫い方じゃん。あ、こっちは長さか変えれて、こっちはできやねん。これ一定やねん。同じだ。Is it same price? This one more 1,500. 100元ちょっと高い。高い。うん、もちろん。え、でも私はこっちが好きかもしれない。なんかこっちは高級感がある。この生地がな。うん。うん、なんかわからへんけど、いただきます。うん。豆のスナック。甘いような、辛いような。あ、辛。甘いけど辛い。これは、コモヤと、うん、コーン。Is Japanese soba? Soba, yes. なんて？日本語で酢豚？酢豚。いただきまーす。酢豚だ、酢豚。ツルツルすぎて取られいただきます。おいしい。
酢豚は。じゃあ、焼いた。美味しそう。美味しい。めっちゃいいわ。すごいわ。超たっぷり海鮮チャーハン。これあの車エビみたいな感じだわ、エビプリプリね、超おいしい。エビのなんか辛いやつも来た。赤い唐辛子がいっぱい入ってる。エビを食べたら熱かった話。美味しい？辛い？辛い？ハリトビ？辛いねんて、どうしよう。勇気がいる。ご飯として食べやん。やっぱ辛いんや。後で来る、後で来る。エビプリプリや。四川料理ややっぱ。あー辛。あー辛。ピリピリ。あとあー辛辛辛辛辛。ご飯として食べやん。麻痺してくるやつや、これ怖いやつや。ご飯です、ご飯と。あー辛いよ。でも美味しいね。あー、またロボット発見。キラキラキラ、リムジンだ。かわいい、ロボットだ。美味しかった、ここのレストラン。うん、そこディンジーシーチュアン。結構高かったんじゃん。チップ入れて900何本618、1万80003品で1万8000高いじゃん。美味しかった。あ、やってみる。何、映画館。あ、すごいポップコーンの匂いがする。あ、ちゃんと見て、うんこ袋めっちゃかわいい。いいな、なんかこんなさ、都会にこうやってさ、ワンちゃんオッケーなところがあって。え、ワンちゃんおらん。ワンちゃんおらんよ。ワンちゃん連れてきていいよって言って。そういいね、なんかこんな大都会にワンちゃん連れてきてオッケーなところがあって、いいね。日本もあればいいのに、こういうね。日本はどこもあかんって書いてるから。いや、至る所にちゃんとうんちのやつ捨てるところとか、柴犬カフェに行きました。だって開いてないとか、なんか何言ってるかわからんかった。待てよみたいな。待てない、暑いから。開いてるところに来ました。かわいい。でもかわいいよ、ここもね。ライチウーロン。 Thank you。 あと何ケーキかはよくわからないケーキをパパが頼みましたということで、
ごい工事中なの。香港。香港エクスプレスは H でした。なのですぐだ。え、なんだ？H。かわいい。出国しました。お菓子でも見ようかな。有名なんかな。日本製ちゃん。めっちゃうまそうやけど。北海道って書いてある。美味しそう。下の方がいっぱいお店がある。あ、ここめっちゃあった。シュー大福ってとこさ、貴金属っていうとこやけどさ、めっちゃ街中に何店舗もあった。え、ザラもあんねんけど。ここめっちゃ高いってんね。それ、あ、これ、え、ピンクもあんの？かわいい。ヒッ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 ヒ。またロンシャンに行っちゃった。さっきもお前らいたやんけって思うけど、お、一緒のものを買ってしまったで。ヒッヒッヒッヒ。ちょっとまだ時間があるので、なんかおしゃれなところに行きます。すごい。あ、Thank you so much。 わー、数日前にオープンしてて、すごいよ、めっちゃいいところ。 Our 30 minutes 30 minutes So we have something for you from 50 minutes、mm-hmm. So this oneIt's more, you know, around 10 minutes. やばい、飲めるかな。ソフトドリンクがないみたいで。ソフトドリンクがないらしくて。珍しい。そう。OK。かわいい。何これ。何これ。何これ。すごい。違う。いや、ラミスエクスプレスです。あらい。あ、匂いティラミスや。ちょっと時間があったらよかったかもしれないけど、ね、ちょっと時間が30分ぐらいしかなかったから、この13から22ゲートに行く方はそこぜひ行ってみてください。ガラス張り？わー、うわー、もっと怖い。すごい、床がガラス張りやった。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。